tiktok で大バズりナンバーアンダーラインアイの SNS 戦略がもたらした知名度急上昇の秘密。ナンバーアンダーラインアイ、韓国と日本の雑誌を同時制覇。その衝撃の裏側とはナンバーアンダーラインアイの韓国及び海外での知名度について、2024年の初めにナンバーアイは韓国と日本の雑誌、マップスの表紙を同時に飾ることで、 両国での存在感を一気に高めました。この出来事は、ナンバーアイが韓国や他の海外市場でどのように認知されているかを考えるきっかけとなり、このテーマについて深く掘り下げるための完璧なスタートポイントとなりました。ナンバーアイの海外進出に向けた戦略は非常に緻密かつ大胆です。彼らは K-POP アーティストの成功事例を研究し、そのエッセンスを取り入れつつも、 独自のスタイルを貫いています。このアプローチは、ナンバーアンダーライン愛が単なる模倣にとどまらず、自らの個性を世界に広めるための鍵となっています。特に注目すべきは、アメリカ最大級の音楽フェス、コーチェラへの出演です。これは、ナンバーアンダーライン愛がどれほどの実力を持っているかを示す素晴らしい機会でした。コーチェラに出ること自体が一つの名詞となり、 実力がなければ出場できないフェスティバルです。ナンバーアンダーラインアイはこのフェスティバルでジャクソンワンとコラボレーションし大きな反響を呼びました。YouTube での生配信ではハッシュタグナバコーチェラが世界トレンド1位を獲得し日本だけでなく海外の多くのファンからも注目を集めました。これによりナンバーアンダーラインアイの知名度は一気に上昇しました。 ナンバーアンダーライン愛が韓国でどの程度知られているかについても注目すべき点があります。韓国では K-POP アイドルが世界進出を目指すのが一般的であり、その成功例は数多く存在します。そのため、ナンバー愛が韓国で人気を得ることは世界進出の一歩となるでしょう。特に注目すべきはナンバー愛が韓国のコスメブランドモジオの広告キャラクターに起用されたことです。 このブランドは、トワイス専属のメイクアップアーティストが監修しており、韓国で非常に人気があります。ナンバーアイのメンバーである諸君がこのブランドのヘアケアシリーズの広告キャラクターに選ばれたことで、韓国での認知度が一気に高まりました。さらに、韓国版ウィキメディアとも言えるナムウィキにもナンバーアイの情報が詳細に掲載されています。これにより、 韓国のファンがナンバーアイの情報を容易に入手できるようになり、結果としてグループ全体の認知度向上に寄与しています。ナンバーアイの知名度向上には、SNS や TikTok が大きな役割を果たしています。特に TikTok では、ナンバーアイのダンス動画が海外でバズり、多くのフォロワーを持つインフルエンサーが彼らの動画を投稿しています。これにより、ナンバーアイの存在が一気に拡散され、 多くの新しいファンを獲得することができました。また、ナンバーアイの公式 SNS アカウントも積極的に更新されており、タッキー社長が海外のファンの投稿に反応するなど、ファンとの距離を縮める努力が見られます。このような双方向のコミュニケーションは、ファンの忠誠心を高め、ナンバーアイのブランド価値を向上させる重要な要素となっています。SNS や TikTok の活用も、 ナンバーアイの知名度向上に大きな役割を果たしました。特に TikTok ではナンバーアイのダンス動画が海外でバズり、多くのフォロワーを持つインフルエンサーが彼らの動画を投稿しています。これによりナンバーアイの存在が一気に拡散され、多くの新しいファンを獲得することができました。またナンバーアイの公式 SNS アカウントも積極的に更新されており、 タッキー社長が海外のファンの投稿に反応するなど、ファンとの距離を縮める努力が見られます。このような双方向のコミュニケーションは、ファンの忠誠心を高め、ナンバーアイのブランド価値を向上させる重要な要素となっています。ナンバーアイの世界進出には多くの課題が伴いますが、その中で最も重要なのは、彼らの個性をどう維持しながらグローバルな市場にアピールするかです。 K-POP の成功例を取り入れる一方で、ナンバーアイ独自の魅力をどのように伝えるかが鍵となります。また、各国の文化や市場特性に合わせた戦略も必要です。例えば、アメリカではコーチェラのようなフェスティバル出演が有効ですが、他の国では異なるアプローチが求められるでしょう。ナンバーアイはこれまでの成功を基盤に、新しい挑戦を続けていく必要があります。 ナンバーアイの韓国及び海外での知名度について、これまでに述べたように、彼らの成功は一夜にして成し遂げられたものではありません。彼らの努力と戦略、そしてファンとの強い絆が、現在の地位を築き上げたのです。これからも彼らの活動に注目し、応援していくことが重要です。最後に、読者の皆さんに問いかけたいと思います。ナンバーアイのこれまでの活動をどのように評価しますか また、彼らが次に挑戦すべき市場や戦略について、皆さんはどのように考えますかあなたの意見をぜひ聞かせてください。このように、ナンバーアイのストーリーはまだまだ続きます。彼らの未来に期待しつつ、引き続き応援していきましょう。ナンバーアイの歩みを振り返ると、彼らの成功は決して偶然ではなく、計画的な努力と戦略の賜物であることが明らかです。 韓国での認知度向上には、特に K-POP の影響力を活用することが効果的でした。K-POP は世界中で大きな人気を誇り、その成功モデルを学びつつ、n ア i は自身の独自性を維持することに努めました。これは、彼らのファンベースを広げる上で重要な役割を果たしました。また、n ア i が韓国のコスメブランド、文字よの広告キャラクターに選ばれたことも、 彼らの認知度向上に大きく寄与しました。トワイス専属のメイクアップアーティストが監修するこのブランドは韓国で非常に人気があり、ナンバーアイのメンバーである諸君がこのブランドのヘアケアシリーズの広告キャラクターに選ばれたことで韓国での認知度が一気に高まりました。これによりナンバーアイの存在が韓国で広く知られるようになり、さらなるファン獲得につながりました。さらに、 韓国版ウィキメディアとも言えるナムウィキにもナンバーアイの情報が詳細に掲載されています。これにより、韓国のファンがナンバーアイの情報を容易に入手できるようになり、結果としてグループ全体の認知度向上に寄与しています。このような情報の共有は、ファン同士のコミュニケーションを促進し、ナンバーアイの人気をさらに高める効果があります。ナンバーアイの音楽は、多くの人々にとってのインスピレーションであり、 彼らのメッセージは多くのファンに勇気と希望を与えています。ナンバーア i の音楽は単なるエンターテインメントではなく、彼らの人生観や価値観を反映したものであり、多くの人々にとっての共感の源となっています。ナンバーア i の音楽は多くの人々にとってのインスピレーションであり、彼らのメッセージは多くのファンに勇気と希望を与えています。ナンバーア i の音楽は単なるエンターテインメントではなく、 彼らの人生観や価値観を反映したものであり、多くの人々にとっての共感の源となっています。ナンバーアイの音楽は、多くの人々にとってのインスピレーションであり、彼らのメッセージは、多くのファンに勇気と希望を与えています。ナンバーアイの音楽は、単なるエンターテインメントではなく、彼らの人生観や価値観を反映したものであり、多くの人々にとっての共感の源となっています。